はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は夏移籍まとめ後半戦陣容ということで、まあ、冬は川崎有利になるんじゃなかろうかと、今回そういう話もですけどもね、やりながら、まあ、後半戦メンバー、まあ、最終メンバーでしょうかねの、を見ていこうと思います。よろしくお願いいたしますと、いうことで、まあ、やっぱサプライズというかゴミス選手の獲得は、びっくりしましたけどもね、まさかねあのゴミスが、日本に来るのかっていう感じがして、多分37、8なんだっていうなんか時代の流れを、感じるところもありましたけどもね。いやーしかしフロンターレはちょっと今シーズンフォワードのところで苦しんでおります。そこでまあゴミス、まあ本当来シーズン見せたものと思うんですけどもね。ということでじゃあ、まず移籍のまとめの方やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますということで、まずこちら。これが、夏移籍ということで、新加入は結局ね、ゴミス選手1名ということで、ガラタサライからの加入ですね。で、放出に関しては、ビフォアレ長崎に行った宮城選手が、ね、ビフォアレ長崎から山形へレンタル席先を変更ということでございます。まあ、長崎ではね、活躍見せていたんですけどもね、今シーズンなかなか苦しんでいた長崎序盤戦なんですけどもね、で、熊本戦かな、ロアソ熊本戦で宮城選手が2ゴール上げて、ね、そこで勝って、そこから、勢いに乗ったっていうのはありますんで、ね、僕は地元が長崎なんで、長崎も応援はしているんですけどもね、まあ、だから今シーズン序盤戦苦しんでる中でこの宮城選手の活躍きっかけに、ね、上がっていたというのがあります。だから本当ね、まあ、長崎にいてほしかったんだけどもね、ただまあ山形移籍と、まあ、いうことなんで、まあ、そっちでの活躍期待したいけども、でもねこれプレーオフ争いのライバルなんで難しいですけどもね。ということで、まあ、宮城選手が山形へレンタル席変更ということと、で小塚選手韓国の方に行きましたね、スウォン移籍ということでございます。最近なんか韓国への移籍増えてますね。まあ20代後半から30代の選手、まあ江坂選手もそうですけどもね、韓国 K リーグ移籍というところと、チャンティップ選手もまあ母国パトムですね、パトム移籍ということで、パトムと川崎が確か ACU で、ゲームをするんじゃなかったでしょうかね。まあチャンティップ選手とはそこで再会ということと、あと江永選手も水戸移籍、まあ移籍してから活躍してますもんね。で、まあ、そんな中で特に松井廉治、まあ、松井廉治の話はこの後してはいくんですけどもね。ということで、じゃあまず次こちらの表いきましょうかね。これが、夏移籍を踏まえた、まあだから基本的にこれが最終メンバーにはなってくると、まあもちろん無所属の選手の獲得は可能なんでね、まあ、まだあるかもしれませんけど、とりあえずまあ基本的にはこのメンバーで最後までやっていくということで、まあ夏に関しては選手の整理がなかなかおかしいな発音が、選手整理がメインだったなということで、まあ、小塚選手とかもそうですけどもね、チャネティップ選手とかこの辺の、まあ、出番がなかなか、なかった選手、フィットしきれなかった選手が退団移籍ということで、まあ、ある意味来シーズン向けた選手整理も必要な状況っちゃ状況ですもんね。まあ正直フロンタル本当この2、3年間3、4年くらいかな、本当ね一時代築きました。もう J リーグ史上でも本当トップクラスに、 あの多分10年後とかに振り返ったんですけどね、10年後とかに振り返ったら、あの時のやっぱフロンターレすごかったんだな、まあ、もちろん今でも、ね、思うんですけどね、今でも三笘がいてね、とかいろいろ思うところあるんですけどもね、三笘がいてね、全盛期とかね、J リーグで大活躍したダミアンがいてとかね、なんか後から見ればあの時のメンバーエグかったんだな、田中碧がいてみたいなところもあるんでしょうけど、しかしまあそのね、一時代が一つ終わろうとしております。まあ、時代の終焉と言いますか、まあ、変革期ですかね。まあ、時代の終焉という言い方あまり僕も好きじゃないんでね、まあ、終焉かどうかこれから、のフロンターレ次第なんで、まあ変革期というかこれから変わっていこうと、ね、している中なんでね、そこでじゃあどういう風な、夏の動きがあるかと思ったら、まずは選手の整理から入って、で、ゴミスの獲得というところで、この2つがだからメインの動きですよね。で、ダミアン選手は怪我から帰ってきております。まあ、それこそね、まあ、黄金期フロンターレの象徴的なフォワード、まあ、レアンドロ・ダミアンにはなってきますけども、このダミアンもどうなんだ、まあ、来シーズンはいるかいないかでしょう、まあ、ゴミス選手と入れ替わるようにね来シーズンいなくなるかもしれませんし、まあ、ここから、ね、またアピールに成功すればですけどね、残留の可能性も、あるんじゃなかろうか。まあダミアン選手に関しては本当毎年のようにですけどね、それこそ鹿島のピトカ選手と同じでね、毎年移籍市場が開くと移籍するんじゃないか、ブラジルに帰るんじゃないかみたいな話も出る中でね、ずっと残ってくれていたんで、まあもうちょっと僕もね、まあ川崎だけじゃなくて他のクラブでも、レアンドロ・ダミアン見てみたいんですけども、どうなるか分かりません。まあゴミス獲得していますんで、センターフォワードのところにね、ダミアンがいてゴミスがいて、まあ外国人2枚というところは若干バランスの問題もあるでしょうし、まあ宮代、山田、この辺の若手選手
選手のまあ出場機会がどうなのかというところになってきますし、まあ、逆にまあダミアンとか、ゴミスを超えて宮代山田がレギュラーポジションを取るようなことがあれば、それはある意味理想的なところかもしれませんけどもね。で、J2 専門チャンネル、そしてゲーム実況チャンネルは動画概要欄からよろしくお願いいたします。まあ、さっきも言った変革期にある、ね、フロンターレには、なってきますが、本当に、ね、さっき言った、ね、永永選手とか、ね、含めて有望な若手は多数在籍をしております。ただやっぱ、ね、前世紀のフロンターレに今入団した選手が多いんで、ね、そこからポジションを奪うというのはなかなか、難しいのかもしれませんで、まあやっぱ松井蓮司の存在感っていうのは光ってます。あのゼルビアのゲームも僕も J2 の、サブチャンネルやっておりますんでね、うん、見てますけども、まあ、松井蓮司のあのボールの奪い方、本当ボール奪ってから、ね、そこからロングフィードかまして、チャンス作るみたいなねところが何回もありますんでね、この選手はこんなにディフェンス上手かったんだっていうのが、第一印象。ほんでボール奪うのも上手いしね、そこからやっぱつなぐのも上手い。それこそねこのフロンターレで、まあ、こういうねハイレベルな選手と一緒に練習をしてたもあるでしょう。まあ本当フロンターレでこんだけレベルが高い選手と共にね練習をしていたちのもあると思うんですけども、やっぱ足元の技術もしっかりしております。でその上でやっぱディフェンスの能力も高いというところなんで、本当町田においてね松井蓮司の存在感は相当高い。いや本当ねゼルビアいい選手を取ったなっていうのありますし、まあ来年どうなるんですかね。まあちょっと松井蓮司フロンターレで見たいけども、じゃあこっからね脇坂選手、瀬古選手、立花選手、清水から、ポジションが奪えるかっていうと、まだそこでもないのかっていう感じがしますが、ちょっとまあ近い将来ねフロンターレでまあ中盤のレギュラー張るみたいなところはあるかもしれませんけどもね。で、まああとはねこの位置にいるからこそのメリットって書いてますけども、やっぱり別の動画でも多分話していると思うんですけどもね、まあなかなかね目標っていうのが定めづらいですよね。まあ、フロンターレ、まあ、極力上の順位で終わろうというのはあると思うんですけど、まあ、正直も残留はもう9割9分決まっている状態にもありますし、でだからといってここから ACL とか優勝が狙える状況かというとそうでもないというところなんで、まあ、逆に考えると、まあ、来シーズンに向けた動きはしやすいですよね。うん、まあだから、ね、本当この時期っていうのは真ん中ぐらいのクラブが一番有利なんです。正直ね、やっぱり来シーズンの動き補強とかいうところではまず残留が決まっているというのが大きいですし、で特にフロンターレ、まあ、フロンターレにやっぱね加入したい選手は僕は多いのかなっていうのは感じますが、ただちょっと移籍市場では苦しんでる、ある意味でこう変革期に入っていますんで、まあじゃあこれからねフロンターレもう一回こう自分が強くしてやろうとかね、そういう選手がもしかしているかもしれませんし、まあ本当今の現役 J リーガーってそれこそフロンターレの鬼木監督のサッカーにねまた憧れて入ってくる選手もいるかもしれません。まあ、ただ鬼木監督が続投かどうかちょっと分かりませんけどもね、っていうのはありますんで、まあ補強移籍市場においては上のクラブにいるよりもですけどね、ある意味動きやすい。これがだから ACL 争いをしているクラブ、まあ、正直ね、まあ、3、4、5とかその辺のねとこにいるクラブからしたら、まあ来シーズン ACL があるかどうかでちょっと補強ポジションとか、選手層を厚くするとかね、ACL があるなら選手が出しづらいなみたいなところもあるかもしれませんので、本当ね上のクラブ ACL があるかないかで戦略が変わってきます。で逆にさっき言ったフロンターレも正直ね、うん、ACL 来シーズン以降、まあ、今シーズンは出るんですけどね、秋口から始まりますけどもね、まあ来シーズン以降の ACL に関してフロンターレ若干厳しい感じが、しますんで、まあ、そういう意味でもう来シーズンはリーグに、集中できるがゆえにですけれどもね補強戦略も、立てやすいんじゃなかろうかというのがありますんで、そこはちょっとねメリットかなというのを感じますけどもね。で逆にね放出もう一回こう整理が必要なのがセンターバックかな。正直やっぱ今年ねセンターバックは怪我人が多くて、春先特に緊急事態が多かったですよね。緊急事態が多くてねがゆえに例えば田辺選手を復帰させるとかもありました。でじゃあこの枚数現在だから車屋選手、高井選手、山村選手、田辺選手、大南選手でジェジウ選手が一応在籍はしておりますんでね、6人いるんですね。まあセンターバック2枚に対してねセンターバック6名は多いというところなんで、この辺のマネジメントどうするか、まあベンチ入りメンバー含め多分ベンチ入りセンターバック1枚でしょうしね、まあだからセンターバック3枚いればね1試合はなんとかなるというところでしょうし、でまあ、ただ2センターバックなんで4枚5枚はいた方が安心。まあ3バックやればですけどね、来シーズン3バックやるのであれば、まあ、うん、こんだけの枚数がいてもまあそれでも多いかな。3バックやるにしてもやっぱ5枚ぐらいがまあ理想的かなという感じがしますんで、まあちょっとセンターバックの整理、まあ選手のためにもですけどね、こんだけ選手がいてもね難しいのがありますんで、まあセンターバックの、整理とかっての来シーズンので今シーズンの冬の市場から必要かもしれませんけどもね。はい、というのが以上になりますね。以上パラブンテジルサッカーチャンネルのつつんでしょうか。チャンネル登録します。